「新平家物語第16回」講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。 馬上銀森藤の行方は用として分からずじまいになりそうである教皇の夜以来それらしい影を見たというものも出ない辻見張りは即夜に行われケビ利石の手も動き行物付きの方面も落外の山や部落まで嗅歩いているが何の手がかりももたらさないところが今日限りに辻を解くという最後の日に 女性門院のうちが怪しいあそこには彼の縁者も仕えており昔なじみも少なくないと清盛の前で言ったものがある清盛は家の子十七八名を連れ西の党員一条の北大峰の辻になこをそろえ時には家人を方面に仕立てて付近を探らせたり往来人を改めたりしていたがこれを聞くとハッとした つい足元はおろそかに見える。森党は元情勢門院の青侍。後に賭場院へ移されてきたものだ。あり得ること。しかもその情勢門院はすぐ目と鼻の先でもあるのに。気候を描く胸は高ぶるものに張り切った。薙刀を持ち替えて、おーい、木之助、顔を貸せと遠い後ろの家貞を差し招いた。俺はな、 ちょっと情勢門院まで行ってくるぞ。釣り立ちも今夕までだが、その間ここを頼むぞ。情勢門院へさて、何しにあなた様が。臭いのだよ、じじあのうちが。おやめなされ。と、黙之助家定は顔をしわめて横に振った。場所が悪うござりまする。内親王様のお住まいをうかごうたなどと聞こえては。かまん。 何もその恩方をお疑いしてゆくわけじゃない。が、何事にまれ、院と朝廷とのお間は、ささたることも間違うと思いのほかな大事に立ち至りやすいこと、おわき前でございましょうが。構えて足踏みせぬが賢うござりますわい。いやいや、俺は行く。聞けば F の輩は俺たちの卯を笑い、自分らの手で取ってみせると言い寄るそうな。意地でもある。 森藤はこの手で捕らえてみせたいところだ森藤もまたどうせ捕まるなら俺の手にかかりたいと念じているやもしれん危ぶむ木之助を目の外に彼は持ち前の幻覚に熱していた大きな耳たぶが血袋みたいに赤くなる時がそれであるそうだ森藤も逃れぬところと観念すれば俺を思い出しているに違いない この清盛を待っているような気が、俺にはする。木之助、父上が見回って来られたら、さようにお告げしておいてくれ。木之助の器具をなだめるためか、薙刀も預け、馬も用いず、彼はわざと勝ちで行った。もっともすぐそこと言える距離ではあるが。 大代理の外郭をなす十二の門のほかに別に駅門として上等門院と上正門院とがある王城の森の北端陰部門の先に見えるのがそれであるここには鳥羽の第二の皇女紀子内親王が住まわれている今朝も元はここの蔵紙森党も遠藤三郎を森党といい以前ここの侍所にいたことがある 疑い得る理由は十分だ。公女のお住まいだからとて除外していいものではない。むしろかくまう者にも潜伏する者にも気強い援護を思わせているかもしれないのだ。清盛は次第に足が弾んでいた。すると、清潔な王子を抱く松並木の横から、待て待てと怒鳴る声がした。そこなお武者、待てと続いて聞こえる。清盛は足を止めて、俺か。 とわざと面膨ら,らして振り向いた。ここにも F の侍が辻立ちしていた。天皇と上皇の女中の冷ややかさを鋭じて武者仲間にも対立がある。造武者が尺だったに違いない。清盛は大きなこで大勢を迎えた。どんなようでも誰であろうとここは通るを許さない。 元使い人だった者が町で事件を引き起こした。そのため、あらぬ疑惑を情勢問員に向けられては、内心のへ恐れ多い、帰りまへ戻れと、F の侍たちは名も問わず、要件も正さず、ただ遮った。いや、曲がり通る。聞く男ではない。清盛も頑張った。そこの侍どころまで下級な用のあって参らねばならぬもの、と、眉を高く示し、岩でもお分かりだろうが。 トバインの真でござる。なんで内親王様にご迷惑を及ぼすようなことをと理屈をこねた。生来、はだ理屈下手の彼である。その増えてをこねようとすると顔ばかり染まり、いたずらに筋肉が隆起し、何か性感を表すのであった。嫌に戦闘的な男とは当然誤解されやすい。もめ始めた。彼一人と十四五人とですると、 上昇らしい年配の武者が見回ってきたしばらくは眺めていたがやがて清盛の後ろへ立ち寄り彼の鎧の背を一つ叩いたそして言う言葉はさっきの造武者呼ばわりよりはもっと子供あしらいだった平太ではないか何をほざいておるのじゃ何を小生意気にあこれはと清盛もその人には青筋を潜めた途端に ご頃の寒風と悲しい日の隙腹やいまいましい銭などが頭の内にちらついた。おじうえでしたか。ああ、なるほど。これはおじうえのお手勢ですな。そういえば、見た顔の下人もある。表面の萎縮とは別に内心は余計にゴーハラが煮えた。こいつらは俺を俺としてあしらって嫌がったなと、恥を新たにしたからである。 兵部省出身の平野忠政。この人とおばを思うとすぐ銭の顔が頭に浮かぶほど、その堀川の屋敷へは金借りの使いにばかりやらせられ、両親の棚卸しと嫌味と愚痴の百万遍をよく聞かせられたものである。したがっておじの目にも貧乏神のガキみたいに平太が見えるに違いない。清盛はそう悲願だ。 宿命的にこのおじの前だけでは人のこのクズみたいにされ、ひがみ者として置かれてしまう。何がなるほどだ。何がよヘイタ、平タこの頃はケロリとして堀川へも顔を見せんではないか。もっとも、お前に来られて一遍でもろくなことのあった試しはないからの。ブサタもまずめでたいか。清盛は周知した。 トバインの武者どころを追って堂々と一人前な男を誇示していた手前にである穴があれば入りたいいけないでしょうかどうしても面目も捨て意地も捨て老いとしてすがってみたただまさはざっと部下から聞き取って清盛の粘る目的が何にあるかをすぐ看破したらしい「行かん」「いならん」 なぜお前は反抗するかただ森殿もよくそ意じを張る男だがつまらぬ貧乏性にお前も似るなよ帰れと言い話したそれとともにいかなる鬼人の御車を見たのであろうかあたふたと城西門院の門の間近へと大股に歩み去ったまさはそこで車に向かい礼をしている様子であった清盛は足を返した 是非ない気持ちだったせになお嘲笑を聞く思いがするどなたの車だろう今女性門院を出てこられたのは振り向くと牛はこっちへ歩いてくる網代びさし花漆の箱長江車の輪など金銀のちりばめに茜しかけた夕日が生えてまばゆい女車である。 しかし、内親王のお持ちになる井戸毛車でもなし、従者も見えず、ただ一人の牛飼いわっぱが笹を持って秋のハエを追いつつ来るにすぎないので、彼は杉の木陰にたたずみ、目の前をよぎる車の内を無遠慮に見上げた。あれ確かに上で声が聞こえた。蓮を巻き、牛をとどめさせた。 思いがけない人が外をのぞいて「へえった」と呼んだ「あ母上無意識に長えの横に飛びついて今情勢問いをお出ましになったのはこの車ですか母上でしたか何をいきなりそのようにせきこんで尋ねるのですいつあってもそなたは私へ懐かしそうな顔もしない」す子は五つ,つぎ絹のちぎにいつもながらあでやかに化粧していた。 うちで朝夕に見ていた時よりカモで会った時より見るたびに若くなり見よがしに着飾っているついそこのご門足で忠政殿が挨拶に待ちもうけて言いあったがそなたのことは何もいいもしなかったそなたは忠政殿と一つにいたのではないのかおじごは近頃母上あんな礼を取ったり親しく寄っていくのですかまあおかしげな と安子は清盛の勝手な口早さを笑った。私の問いには答えもせで、そなたは人に尋ねてばかりやる。ただまさとて以前とは違い、ようかしづいてくれまする。堀川のおばもともに、いつも口をそろえてあんなに母上の悪口を申していたのかそれですから貧乏は嫌でしょう。ねえ平太、お分かりであろう。 私が近頃内親王様のお気に召して舞のお相手に伺うので忠政殿もまるで果汁のようによくしますの私によく思われなければあの人も出世のために損ですからねなんだそんなためにか清盛は牛の足元へ唾をしたあのおじらしいと思うしかない またこの母が常政門院へ志向するのもいずれは中のあ辺りの口利きで昔の白拍子の字を出して御経に取り入っているものにすぎないおじとはよい肌合いだ清盛は父ならぬ父忠盛の方がこうしていてもはるかに骨肉に感じるのだった実の母を目に見ている時ほどかえって思いはそう募ったつまらなくなるあさましくなる 悲しくなる清盛は母を見ると不幸になる。牛の背中のあきえがやたらに顔を襲うので、それにも苛立ち、逃げるように別れかけた。すると安子は慌てて彼を呼び返した。そして、へえ、たと母のくせに生めいた目を越えしてみせた。そなたは何かまだ私に問いたいことがあったはずでしょう清盛はドキッとした。 母の影にもう一人そむがごとく乗っていた人を見るとルリ子であった「ヘ平タ、何も話はありませんの? <laughs>」「ルリ子様これをヘータへあげてくださってもよろしいでしょう?」ルリ子はうなずいたきり安子の肩の影へ顔を埋めたその下から安子は珍しい乱菊の切り花を一枝取ってこれは 内親王様から頂い,いたのではあるが瑠璃子様からそなたへ送ってくださるというそなたは菊の花に寄せて歌を詠みその歌を携えて近いうちに中ど殿の胎の屋へ遊びに来るがよいきっとよい歌をお見せなさい瑠璃子様の心にしむような良よい歌を」。 千代は呪い牛の歩みが遠くになるまでぼんやり立っていた。母の言葉の裏がその間に溶けた気がしていた。母は別れた夫の忠盛をもっと不幸に従っているのだ。自分を男親のそばから奪って見返してやろうとしているのではあるまいか。そうだ、瑠璃子をおとりにして。 清盛は手の菊をいつの間にかちりぢりにもみむしって棒だけにしていたそれを無知のごとく持って元の大峰の辻の田室へ帰ってきた二頭の駒と人影が一つ黄昏の辻に立ち残っていた清盛は元気がないその人を暗示顔に待っていた木之助家定も元気がない皆はどうしたはや引き上げたか 院宣を報じてひとまずつじつじ皆このゆうべ引き張ろうてござりました。して上世門院のお探りはむだだった。寄せはよかったよ。じ父上はみちみちお物語いたしましょうず。まずお馬に召されて清盛を蔵へ促し、続いて彼も馬上となった。院へ戻るのか い,いえ今出川のお屋敷へ清盛は果てと思った当然今宵は集合してひとまず忠盛から武者を一同へ何かの辞をなすべきであるまた院の上皇を別当にも召されて異論はなくも皇后のお指図を仰ぐところだどうしてだろう不審である木之助何か父上のお身に差し支えでも起こったのか 明日からのご趣旨を再び思いとどまられた矢に伺いました。え本当か森党が捕まらぬとてかちに号気を包むお方そのような一時の責めとも覚えません。例のごとく苦行たちの殿への憎しみが表になったものでござろう。日頃のあることないこと。 師団のふんぷんのうるささにさしもかなわずと破れ果てての恩火をじじも無念の涙にようくわしくもまだうかごうてはおりませんじゃあまた老拠か清盛はまた貧乏かと言いたかった鎧が急に重たく思うの之助家定はつぶやいたああ なぜ覚も執重武者勤めに真心を砕くといえども時やら世の悪さやら一家とご運の目が清盛はふと自分の声とも思えない意識で馬上の歌みたいに言い出した「俺がいるよじじ俺が」言ったではないか。 いつかそっちが天地が産んだ一個のもの手も足も片腕はおざるまいにとその一匹がここにいるなんの運などは手にすることはないわさ次回は「茂人酒盛り」です。